白田のゆうくんとやりたいと思います。リクエスト来てるかな。さあさあさあ、ゆうくんのリクエストが来たら始めますよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あれ、ゆうくん、あのリクエストお待ちしてますよ。いや皆さんね、7時からありがとうございます。あ、顎のニキビはまだね残ってるんですけど、ちょっとちっちゃくなりましたね。ありがとうございます。はい、メガネなしなんですよ。インスタライブの時に、あ、送ったって来てますね。あれ、ちょっと出てこない。あ、これ入れよ。ハロー。ハロー。ハロー。What's up, man? What's up, man? What's up, man? What's up, what's up? 元気そうやないか。元気だよ。元気よ。元気？久しぶり。俺はこの間ね、あやことのインスタライブ見てたからさ。そうよね。なんか見てくれてたんだよね。うん、そうそう。もうずっと安室奈美恵さんに対しての熱い思いをさ、二人がずっと語るからさ、うん、俺もコメントしようと思ってたんだけど、タイミングがこう、難しくて、そのままずっと俺も見入ったよね、その。入るタイミング失って、うん。その、ゆうくんのその、そうそう、そこね、繊細なところ、その、邪魔しちゃいけないと思って、いや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 、入らないでいるって。なんかほら、それでさ、あの、なんか言うと、見てくださってる方たちがさ、うん、誰々来てますよって言ってくれるじゃないですか。で、俺も実際自分で一人でやってる時に、こう、うんうん、そこに、あの、なんだろう、誰か見てくれてて、コメントしてくれてる時に、はい、誰々来てるよって言ってくださったりとか、そこで気づく、うん、あの、俺は嬉しいんだけど、二人がやってる時って、うんうん、なんかその話がさ、一回止まっちゃったりするじゃん。だから、そこでさ、なんで白田余計なことすんなよって言われることをちょっと回避しました。いやいやいや、そんなことないけどね。そんなことないけど、そう、気遣ってくれてありがとね。いえいえ、とんでもない。ちょ、うん、何？ゆうくんも結構インスタライブやってるんでしょ？俺は、もともと結構実はその、やってて、昔から。あ、そうなんだ。昔からっていうか、そのインスタライブの機能ができた時から結構ちょこちょこずっとやってて。あ、そうか。夜中とか一人でもやってるし、友達と、あの、コラボというよりは、なんか一緒にやったりとかも してたんだけど。でもな、うんうんうん、最近はやっぱり増えたね。さっきもね、あの、友達が誕生日だったの、高校の同級生とか、うんうんうん、で、うんうん、ちょっとだけゲストというか、ちょっとだけ出演し、うん、今日あの掛け持ちです、今日あのはしごです。インスタライブのはしごです。マジで？え、その高校の同級生は一般、うん、一般の方？あ、いやいや、あの女優さんやとか歌手やってて、あ、なるほどね、なるほどね。そう、エリアンナっていうこの間、あ、見たって？すごい、見た見たって方も。ありがとうございます。そうだから、この間なんて俺 3本かはしごしたから。忙しいじゃん。あのインスタライブで仕事をみたいな感じです。もう最近インスタライブが仕事みたいな感じです。ああ、まあ発信するっていう意味じゃね。はしごはすごいな、うん、いや、なんかさ、別にそのただこっちは見てるつもりでこう人がやってるのを見てたりとかして、こうコメント送ったりするとさ、はい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 、最近すぐこう、うんうん、あれできるじゃん。コラボしようよってなって。そうね。そうね。だそうすると、なんか何件も、はしごしちゃうよね。はるなは最近デビュー、遅かったね。遅かった。遅かったね。お待たせしましたって感じだよね。4月になってからだもん。あの、インスタを開設したのも。そうだよね。公式を、うん、ずっと裏垢でやってたから。裏アカやタイプの人？そうそうそう、裏アカで、なんか私は、うん、まあいろいろその見たりとか、
うん、私はそのちっちゃい子を見るのが好きで。ああ、わかる。赤ちゃんとか動物の動画とかね。そう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 。うんうん、それでそのやってたんだけど、うん、今回、まあ、こうやって公式でやらせてもらうようになって、うんうん、ちょっととりあえずこうインスタライブとかをやりたいなと思って、うんうん、だから今回も嬉しいんだけど、うん、その見てる人の中にはさ、うん、どういうつながりっていう人も。あ、俺たちが？そうそうそう。まあ、そうだよね。そうだよね。うん、出会ったのは何年前だろう。でも、言うて10年弱経ってない。そうね。ねえ。あの、その、いわゆる仕事とかじゃなくて、プライベートで、うん、その、うんうん、会ったのって10年前とかだよね。多分。そうね。下手したら。春菜がまだお酒を一滴も飲めない頃。そうだわ。ずっとソフトドリンク、いつ会ってもソフトドリンクだったのに、いつの間にかなんかもう床でベアーって なるような。そう、私お酒飲み出したのが遅くて28だから。その前だよね、ちょっと前。そのだからちょっと前ね、27とか、うん、7とか6とかぐらいかな、そのぐらいで回って、いつの間にか飲むようになってで、酔う楽しさを知って、でうん、いや俺酔ってる時の春の好きよいや朝のコメンテーターをしてるとは思えない、もうベロベロ具合もうやばいよね。いやいや、その時はもうほんと遅咲きの狂い咲きだからあとまあなんかさ、それこそさ、なんか今わかんない、今の若い人たちって春のこと芸人って知らないんじゃない？え、ちょっと待ってよ。そんな。春菜って芸人だよね。いや、芸人よ。絶対知らないよ。絶対知らない。え、今の若い人たちは私を女優だと思ってる。ああ、ごめんなさい。女優じゃないです。女優じゃないです。あの、コメンテーター的なそのポジション。いやいや、いやいや、嘘でしょ。朝、すっきり、やっぱすっきりで毎日毎朝見てさ、うん、すごいちゃんとしたことをずっと喋ってるじゃん、それ風にさ。いやいや、それ、それ風にって言うんじゃないよ。いやいや、そんな人はいないっしょ。いや、結構多いと思うよ。だってさ、最近ネタやった？いや、ネタ？そういう、なんかテレビでさ、うん、劇場ではやってるかもしれないけど、テレビで、いわゆるハリセンボンとして、うん、やってなくない？まあ、その番組自体も少ないから、だから、あの、テレビ東京の日曜チャップリンっていう番組で、うん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 、そのレギュラーで出させてもらってんだけど、うん、その番組はたまにそのレギュラーの出演者の人がネタをやるっていう時があって、その中でやったりとかするけど、嘘だよ、ね、そんなの初めて言われた。いや、俺わかんないけど、さっきちょうどそのなんか考えてたのは、最近春菜って、それこそだから俺はもう昔もう多分、いや、もう春菜が多分俺のこと嫌いになるんじゃないかっていうぐらい多分相当さ、いじるというか。いや、まあ、もう本当に。うん、ゆうくんから、うん、マイケル・ムーア監督のネタ、うん、あの初めて会った日に、うん、多分200万回ぐらい。いや、あのさ、バカだからさ、もうバカの一つ覚えで、もうそれが好きだからずっとお願いしたくなっちゃって。いや、それで、でも、うん、その私は嬉しかったのは、うん、そう、200万回やったらね、うん、普通、もう、うん、飽きるっていうか笑わないわけよ、うん、200万回目なんて、うんうんうん、なんでゆうくんは200万回目でも1回目に聞いたみたいな笑いをするから、うん、いやだって、うん、いやなかなかさ、その生きてて緑の化け物と一緒にこう会話できる機会ってなかなかないじゃん。シレックじゃねえよすげえピュアボーイだからさ、ありがたいわけ。いやだからこれがさ、俺も本当に好きで、だってインスタでちょっと時差あるのにドカンってくるからね。いや、ありがたいよ。いや本当に、だからもうできればやっぱ、うん、まあもう俺で一本ドキュメンタリー撮ってほしいぐらいすごい。マイケル・ムーア監督じゃねえよこれを俺がね、一緒に飲んでたりとかすると、いつももう5分に1回とかのペースで仕掛けたりとかしてたよね、一時ね。そうね。で、まあ、俺は一人でずっと楽しくてずっと笑ってるんだけど、うん、しつこい男ですよ、うん、本当に。ね、で、酔っ払う、うん、あ、もうちょっとコメントで、はい、付
き合っちゃえなんてね、こう声がありますけど、もう。あ、そう。しちゃう？ごめんなさい。断られるんか、俺が。こっち断られるんか。今、こっち乗りに行こうかなと思って。いやだって最近なんかさ、私ゆうくんのお母さん役やったからね。そう、映画2分の1の魔法。はい、ローレル、ローレル、お母さんローレルでね、え、ぴったり。俺はバーリー、バーリー、お兄ちゃんイアンとバーリー、バーリー兄弟の、そう、バーリー。ちょっと待って、喋ってて、喋ってて、説明して。お兄ちゃんの役をゆうくんがやってて、弟のイアンの役を志尊淳くんがやってるんだけど、その二人のお母さんの声を私がやらせてもらってて、で、釣り上げたらぶっ飛ばして、耳がぶっ壊れそうだけど今、急に大きい声だったから。すいません、ごめんなさい。それで、そうそうそう。足だけ？あ、出た、バーリー。バーリー。かわいいよね。ごめんごめん、続けて続けて、説明してください。それでそのね、お母さん役をやらせてもらって、そのこの後ね、インスタライブ見た後に確認してほしいんだけど、そのお母さんと私の顔がそっくりなんだよね、うん、いや、あのね、もうね、春菜って聞いた時に、あの、ブラボーって言った、もうぴったりだよ。いや、ほんと春菜ってさ、別にその、うん、お母さん、年的にも別にさ、そのなんていうの、うん、もう、あの、まあ、お母さんにもおかしくないんだけど、その、いい、今はね、年的にはね。だけど、うん、なんだろうな、その、やっぱりこう、下、なんだろう、あの、包み込む大きな、優しいオーラというかさ、お母さん、ローレルのね。うんうん。うんうんうん。ぴったりよ。いや、嬉しい。もう、うん、うん、どうぞ。お母さんの役なんてさ、うん、正直、しかもさ、イアンとバーリーってもうね、16歳とか、そうそう、結構大きいんだよね。そう、その大きい人のお母さん役、やったことないから。でもね、全然だから、そう、それが言いたかったわけよ。そんな大きい子供たちがいそう、いる年ではないじゃん。まあ、若くして産んでたらあれだけど。20歳で産んでたら、うん、ギリギリね。ギリね。だけど、いや、それがね、全然違和感ないし、もうぴったり、うん、チャーミングでさ、ちょっとなんていうの、あの、力強いところもあってさ、うん、後半とか特にね。いや、やばいよ。うえうえいや、だからバーリーもぴったりだから、うんうんうん、そう、いい意味で、いい意味で、あの、まあ、試写会で見させてもらって、うんうん、いい意味でユウくんを感じなかったから、あ、それ言う、すっごい嬉しい、それ言われると、なんか。だからこれは見てほしいよね。いや、本当に、そうなんですよ。だから、純ちゃんと子孫のね、いつも、その、うんうんうん、話してんで、これ、本当にこれは、もう見てほしい。とにかく、やっぱり、それこそさ、一歩前に踏み出す勇気とか、なんかこう前、はい、なんか気持ちを前向きにするというか、うん、あの、何やってもうまくいかないとか、うん、ああ、どうしたらいいんだろうっていう気持ちとかが全部吹っ飛ぶような、全力少年の歌詞とかももう本当ぴったりだし。本当。ねえ。だから。本当そう。あと、M ステとかに出てた時さ。うんうん。あ、一緒に歌ってたじゃん。ああ、スキマツイッチさんとね。そうそうそう。すごい、私、あれ見てたんだけど。うんうん。本当に、あの、母親の気持ちで見てた。頑張れよーっつって。頑張れよ。息子たち頑張れよーっつって。頑張れ。いやー、めっちゃ緊張したけど、めっちゃ楽しいよね、やっぱ。いや、テンション上がるんだよね、全力少年の曲って。テンション上がる。テンション上がる。最高だよね。もう本当に歌詞が刺さるしね。そうそう。だから本当に今の時代というかさ、なんかぴったりだよね。この、なんか、本当に、こう、塞ぎ込んじゃうというか、うんね、どうしてもうつむき加減になっちゃうけど、なんか前向けるっていうかさ、うん、そう、だから早く見てほしいんだけど、でも映画館には行けないっていうこのジレンマ、うん、ジレンマ。だからまあ近日公開ですからね。そうなんですよ、近日、うん、でも本当ね、あの、公開したら、公開して、しかもそのちゃんとこう、うん、見に行っていいような状態になったら、うんうん、絶対にプラスのエネルギーをさ、もらえるよ。いや、本当本当、うん、だからそういう意味でなんかさ、こう、そういう風に共演できてるのも嬉しいし、うんうん、でいろんな私の人生の結構いろんな
移り変わりをゆうくんは見てるなと思って、酒を覚えたとか。確かに。そう。まあ、確かにだね。ゆうくんのいろんなところを見てるけどね。おえ。おえ。いやだから春の最近そういうお笑い系のなんか感じが全然しないからさ、もうすっかり朝の顔になっちゃってさ。いや、それだとめちゃくちゃやってるよ本当に。まあだから劇場はやってるんだろうけど、うん、なかなか春劇場に行って見に行くことって ねないし、うんうん、ちょっと春菜の面白い。だからインスタであれとか徳川さん徳川さん徳川さん俺大好きだから、あれ大好きだ、俺だよってやつね。え、徳尾ちょっと待って、え、徳尾来てんのもしかして。なんかいやちょっとなんか徳尾さんちょっと待ってくださいよ。え、徳尾来てんの、もしかして。うわ、これちょっとみんな伝えて、今すぐ徳尾ファンのみんなに伝えて、見に来た方がいいよこれ。いやちょっと待って、ゆうくんがさ、そんなさ、俺そんなにあんまりハマらないんだけど、これ大好きなんだよマジで。俺だみたいなこと言ってたらなんか聞きつけ、あっ、俺が千代田優ってつけたんだよ名前。え、俺にですか。俺が千代田優って名前をつけたの。俺がお前が生まれた時に俺がサンバでこう言ってた。俺があ、俺の名前徳川さんつけたんですか。俺が、うん、優しい、はい、優しい男になるようにって頼まれて、俺がじゃあ言うってつけたの俺が。あ、知らなかったです。なんで知らないんだよ。いや、俺両親からもらったと思ってたんですよ名前。俺がな、お前の両親の親なの俺が。え、僕の親戚ですか。おじいちゃん。俺が世界の人たちの俺が親戚なの。世界の人たちの親戚。俺つまり、はい、千代田優の両親の親。はい、あ、はい、あ、はい、両親の親ってことはだから僕のおじいちゃんってことですよね。そのおじいちゃんの祖先。おじいちゃんの祖先、うん、なるほど。その祖父アダムとイブ。アダムとイブ、すげえ戻った。俺がリンゴ、うん、リンゴ、ああ、ヘビが持ってるやつだ。だって上がんねえんだよ、おめえをそういうずっと喋っちゃら。いや、俺なんも、え、ちょっと。徳子がいねえよ、徳子が。徳子いないっすね。で、代わりにでもなんか、我こそが徳子だっていう人がうちにもいるんですよ。我こそ、俺が徳子だって言うんだから、いや、多分徳子、いやいや、徳子さんが多分ここに、今ちょっと呼んできます、徳子さん。ここは俺だって。俺だよ。俺だよ。俺は。おめがここ。お前が俺で、俺は俺。ちげえちげえ。おめえは、そうやって、いろいろ言ってっけど、本当の意味での俺は、俺だから。おめえの言ってる俺っていう、その概念自体が俺なのよ。わかる？俺の。世界で初めて自分のこと俺って言ったの俺。あ、いやいや、違う、俺っていう言葉を一番最初に発想して、俺の頭のあのこの右脳のあたりで俺っていう、あ、俺って言ったの俺だから。俺だよ。いや俺だよ。俺が。俺がこっちが右脳、こっちが左脳って俺が名付けたの俺が。あ、それで言うなら俺が一番最初にその生命の誕生を俺がやった。俺が。俺だよ。すげえ、俺だよ。俺が地球を作った。俺が宇宙。俺がブラックホール。俺がビッグバン。俺が爆発して、俺ができて、お前ができたの。俺がブラックホールで全部飲み込んで、一回それを全部吐き出して、お前がいる。だから、お前が一回、聞け、お前が俺の頭に入ったから、お前が俺だと思ってるだけ。俺の分身だよ、お前が。俺だの、俺。俺の分身だっていうのを世界で初めて言ったのは俺だよ。その俺の発想をお前は俺だと思ってるけど、俺だの、俺だ。おめえはおしゃれこいったメガネをかけて、俺がそのメガネを作ったんだよ。サバエでそれを俺は作って、おめえにこれポストに入れといたの俺が。
その記憶を俺がお前に植え付けたの。お前にいつも、お前がそうやっていろんな人に俺だよって言うようにしたのが俺。おいでよ。俺だよ。俺が言ったの。俺がマイクロチップをお前に埋めたんだろ。俺がその全ての機械を操ってるのが俺。特攻はどこに行ったって言ってんの？特攻。特攻は、特攻はいねえんだよ。特攻。今見てる人たち、俺だから、全部俺。こいつにインスタグラム教えたのも俺。やれって言ったのも俺。はい。あ、誰だ？誰ですか？あ、男だよ。徳尾さん？徳尾だよ。俺だよ。全部俺。もう、お前が今思ってることも俺。今、見てる人たちが今言ってることも全部俺。俺。全部俺。わかりました、わかりました。ね、一回落ち着きましょう。ね、大丈夫です、大丈夫ですから。その大丈夫ですっていうのも俺が言った、作った。俺が落ち着けって時に言った。わかりました。ね、あなた、この間もここでね、大騒ぎしてましたよね。お家どこですか？お家どこですか？家はここ。家、ここで。家で今やってるから、はい、俺が。わかりました。俺な。ね。この間もここでね、大騒ぎされてたってことを、ご近所の方からね、言われてるんですよ。そう、言わせたのも俺。俺が注目を集めるために言わせた。はい、俺が全部、全部俺だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう、ね、大丈夫ですから。ね、大丈夫ですからね。はい、徳王は俺だから。じゃあ、まあ。はい、わかりました。徳王も徳子も俺。お待ちください。大丈夫ですか？なんだ、特攻も特攻も全部俺だから、全部。はい、わかりました。おやすみなさい。日本の芸能界を作ったのも俺。あ、じゃあちょっと麻酔銃失礼します。大丈夫です。大丈夫です。なんか、大丈夫だった今。大丈夫？なんか、変な人になんか乗っ取られてた？俺？うん。いや、え？今俺、なんだ、何が？え？あ、なんか、私、時間経ってる？ 5分くらい経った。あれ？おかしいな。いや、なんか、ゆうくんとインスタライブしてたら、なんかすっごい変な、ジョン・レノンみたいな。ジョン・レノン？みたいな人が、ずっと俺だって。あ、本当に？俺はなんか、うん、いや、ずっと緑の化け物みたいな顔したやつとずっとインスタライブしてる。特攻じゃないんかい。いや、嬉しい。特攻さんが来てくれた。これさ、ちなみに、俺だけじゃなくて、純ちゃんもめっちゃ好きだから。え、そうなの？うん。確かね、そうだよ。純ちゃんが、ゆうくんこれ見たっつって、ゆうたそう、見たこれっつって。そう。ゆうたそって呼ばれてんの？俺ね、ゆうたそって呼ばれててさ、最近なんか、最近なんかね、ゆうたそってファンの皆さんが呼んでくれるんだけど、それ、志尊淳が命名した名前なんだけど、そんな彼もめっちゃ好きだから、徳尾さん。あれはマジで面白い。しかも星野源さんのさ、やつでやってたじゃん。うちで踊ろうで、そう。徳尾徳子さんでね。あれ、ナンバーワン。いろんなコラボを見たけど、あれ俺一番好きだ。あれが一番面白い。いや、あれもう、異常だよ、つってね。これやらせてんの俺だよ、つって。ゲンさんの歌に、もろかぶりだからね。うん、もう、なんなんだっていう。コラボっていうよりも、もうカオスだ。いや、ありがたいわ。でも、ユンさんもすごい。あれ、いろいろ、ミュージカルの、はい、ね、皆さんと一緒に歌を歌ったりとか、うん、レミゼとかね。そう。いろいろやってますよ。いろいろやってます。いや、なんか、私もなんかさ、一緒に歌いたいんだけど。いや、本気で言ってるなら全然やるよ。俺だって、なんかそうやってさ、歌手じゃない人たちが、うん、こう、なんだろう、歌いたい時ってあるじゃん。うんうん。実際俺も、その、いわゆる、もともと歌をやってるし、うん、最初の10代の頃からずっと歌手になりたいっていう夢があって、この生活して。うんこううん、こう生活っていうか、まあ、芸能生活してるんだけど、うん、やっぱその歌いたい欲求ってさ誰もが持ってると思うわけよ、うん、だからそんな人たちにはぜひ歌ってもらいたいから本当に歌いたいんだったら俺も全然曲作るし徳王さん徳王のテーマでも作ろうか徳王が歌ったら面白そうな歌作ろうか
全部俺だよっていう曲作ろうか。やばいね。徳子さんと徳子さんのテーマ。徳子と徳子、徳子と徳子は二人いて初めて成立するの。徳子さんだけじゃダメなの。そっか。じゃあ徳子と徳子のデュエットだね。ちょっと俺作ってみようかな。徳子と徳子のデュエット。マジで？うん。いや、わかんないけど、どんなのができるのか。そうね。ちょっと、全然、ゆっくり。いや、暇だからさ、暇って言っても、やること意外と多いんだけど、でも、言うて暇だからさ。まあ、お家で過ごす時間は多いよね。うん。何してる？おうち時間。でも、おうち時間、ほんとさ、でも最近は、そのバラエティもリモートで、おうちで撮ったりしてるから。そうだよね。そう。なんだかんだ、すぐ夜になるんだけど、うんうん、この間ね、うん、友達とリモート飲みをしてて、うんうんうん、でその時に、うん、なんか、みんな、やっぱこの期間だからこそ、新しいことを始めてて。ああ、やるよね。そう。で、その中で、ちょっとみんなでうん、ウクレレやろうよって。いいじゃん。そう、ウクレレを、3日前ぐらいから。おー、じゃあ、もう C のコードみたいな感じで弾いてるの。あ、そうそう。C、F、お G、A、マイナー。G、A、マイナー。4つは。はいはいはい。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ウクレレ。俺、ギターは弾くからさ。あ、すごいよ。それで作曲してるの？基本的には、ギターだったり、それこそ、パソコンで、打ち込みで作ったりするんだけど、でも、トラックを作るセンスがなさすぎて、基本的には人にお願いし、自分でなんか作って形にしたものを、ちょっとこれを清書してくださいみたいな。なるほど、なるほど。そう。で、ギターで作る時もあるし、ウクレレでも弾けるようになりたい。いや、ウクレレやっぱちっちゃいし、私この指でもね、なんとか届くわけよ。うん、うん、うんうん。だから、もうなんかこう弾けてくるとさ、弾けてくるって言っても全然4つとかでも、うん、なんとなく自分で歌えばさ、成立したりするじゃん。うんうんうん、それするする。楽しくなってきて、うわ、ウクレレめっちゃ上手くなりたいなと思って。何ウクレレって、いろんな、あれがあるのかな種類が。1個だよね、ウクレレって。いや、でも、あるんだ。私、ネットで買ったんだけど、うん。もう、すごい、サイズもいろいろあるし。あ、そうなんだ、知らなかった。ソプラノ型っていうのは基本的なんだけど、でも、もっとちっちゃいやつとか、もっと大きいコンサートサイズとか、いろいろあって、しかも木によって、うんうん、音が違う。ハワイアンコアとか、そう、音が違うの。ハワイアンいいなぁ。そう、だからもう全然素人で何もわかんないけど、ハワイアンコアっていうの買ったよね。うん、超いい。俺も真似したいわ、それ。いや、もうネットですぐ届いた。ネットですぐだから。すぐだから。確かに。楽しいかな。めっちゃ楽しいし、うん、なんか YouTube とかですごい詳しく分かりやすく教えてくれる人とか、解説してんだ。そう、うんうん、いるから、それ見たらね、楽しい。それどっかで披露する予定あるの？いや、でも、一緒に飲んでたみんなで、一曲ね、うん、なんかこう、決めて、やって、うん、発表しようっていうふうには言ってるんだけど。おぉ。そう。ちゃんと外に向けて発表するの？いや、それは全然決めてない。やってよ。ぜひやってほしい。やっぱさ、そういうさ、なんか、こういう時って、それこそ、なんか、習い事というか、新しく何か始める人たちって周りにも結構多くて、うんうん、俺の周りにも、うん。でもなんかそれをさ、こうやってこう、表に出る仕事としてこうやってる人たちが、実際にこの期間でどれだけそのゼロからできたかって、うん、結構なんか見てても、うん、あ、じゃあ私も頑張る、うん、僕も頑張ろうっていうね、パワーにもなると思うし、ぜひさ、やってほしいな。うん。なんか本当できるようにしとくわ。見たい。聞きたい。聞きたいわ。歌いたい。いや、夜も引っ張れじゃねえんだよ。懐かしいんだよ。夜も引っ張れじゃねえんだよ。ちゃんと音出す、ここで。うん、10代知らねえんだよ、夜も引っ張れ。うわ、知らないか。俺が13歳の時に初めて、スタジオ見学に行った番組が夜も引っ張れた。マジで？うん。めっちゃテンション上がった。はぁ、これが、こんなに狭いんだ、スタジオみたいな。すごっ。
じゃあテレビってさ、すっごい、安室さんいたのかな、いたね、きっとね。すごい。でももう、なんかもう、なんていうの、その誰がいたかとかもちゃんと覚えてないレベルでも、この世界、僕が来たい世界に来たみたいな、ディズニーランドに来たみたいなさ、なんかそんな、いや、めっちゃ覚えてる。その時初めて、めっちゃ覚えてる、その時のなんか、記憶が。鮮明に焼き付いてる。なんかめちゃめちゃきらびやかなさ、セットとか、そうテレビで見てるものとかを目の前にしたらさ、やばいよね。うん、でも、だから一番の衝撃は、こんなに狭いのっていう。なんか、テレビで見てるとさ、すっごい広そうじゃん、なんかあそこって。うん、こう座ってて、こっち側で歌ったり、あっち側で歌ったりみたいな。うん、でも、実際はめちゃくちゃ狭い空間でそれをやってるっていうのを見たときに、おーみたいな。次の日学校行ってさ、夜も引っ張れてすっごい狭いとこでやってんだよみたいな我が物が俺中学生の俺が13歳の俺が言ってたわ。え、後に出た？夜も引っ張れ。出てない。あの夜も引っ張れは出れないまま終わってしまった。出たかったね。いやそうだよね、歌うってなったらね、うん、あの番組はなかなか画期的だよね。いろんなジャンルの方たちが出てきて、その週のランキングでね、歌うっていう。最近さ、そういうのないじゃん。昔ってさ、トップ10とかもそうだけど、ザ・トップ10。そのなんか、うん、本当にランキング形式でその週の曲を歌うっていう結構多かったじゃない。うんうん、その、いろんな、その他の方が歌う、実際の方が歌うっていう。うんうん、最近そういうの一切ないよね。うん、そうね。確かに。ねえ。あんまなくなっちゃったね。だから、引っ張れみたいなのまたやってほしいなと思うんだけど。確かに。ゆうくん合いそうだわ、めちゃくちゃ。俺、何でもやります。何でもやります。何でも歌えるしね、ジャンル。いえ、そんなことはないけど、でも、すごいやりたい、うん、ああいうの。ね、楽しいコラボとかできるしね。うんうん。あれが毎週あったって思うとすごいよね。いや、すごい。しかも多分、日本撮りとかでしょ、きっと。うん、そんなもんだと。いや、日本撮りとかだと思うけど、ね、それをずっと続けていくのってすごいじゃん、カロリー。すごい。で、FNS 歌謡祭をちょっとコンパクトにして毎週やってるみたいな感じじゃん。うん。あれはすごかったね。すごい。しかも、その、歌って踊ってとかも。そうそう、パフォーマンスね、みんなやってたから。その当日の朝覚えてとか。そうそうそう、ね。すごいわ。これ今ついてきてる人どれぐらいいるんだろうね、話に。なんかコメント見てたらわかんないとか言う。だよね、10代は知らないでしょ。いや、うん、春菜のこと芸人だって知ってる人たちはどれぐらい今20代でさ、見てる人たち。ね、そんなのさ、いや、みんな芸人だと思ってるでしょ。思ってないと思うんだよ、おいらは。春菜多分もう、なんか爽やかな、あの、朝の顔になっちゃったじゃん。いや、そんなことない。だって、あの、ちょっと前までは緑の化け物だったのにもかかわらずさ。シュレックじゃねえか。いや、すごい差がありすぎる。シュレックから朝の顔って。まあ、同世代の人は知ってるよ、知ってるよ、知ってるよ。そっか。知っとるわ。だまあまあ、それは、いや、30代、40代、50代知ってるね、決まってる。20代も、まあ、ギリ知ってるよ。でも、うん、10代は俺知らないと思うんだよな。そう。いや、わかんないですけどね。わかんないですけど。いや、でも、子供たちとかは全然もう芸人として接してくれるからね。あ、ほんと？そうよ。でも、姪っ子とか、うん。まあまあまあ、姪っ子一個4人いて、小学校3年生の姪っ子が、うん。将来芸人になりたいって言ってくれたわけ。おう。で、めちゃくちゃ、そんな私の影響じゃん。うんうん。で、あ、もうこの子に恥がないような、その芸人やんなきゃなと思って、なんか動画が送られてきたの。うん。で、なんかネタやってる動画だったんだけど、それ見たら、35億って言ってた。私じゃないんかい。違う。ブルゾンちえみだ、それ。ちょっと違っちゃったね。うん、若干、まあ、細めて首振ってみたら若干。いや、似てるかもしれない。全然違ったわ。それは見たとき、やっぱちょっとショックなの。いや、まあ、思わずやっぱずっこけたよね。そうだよね。あれ、私に憧れてたんじゃなかったのみたいな。じゃないんだっていうね。35億か。まあ、キャッチーだからね。いや、本当でもすごい。すごいと思うわ。
質問もいっぱい来てんだけどさ。あ、いいよ、読んで読んで、どうぞどうぞ。いい？どうぞどうぞ。あ、すごい可愛らしい質問。なになに？好きな食べ物は何ですか？タコ。もうタコって答えるしかない書き方。本当だよね。なんでここにタコを乗せたかったんだろうね。タコが好きなのかな、このチル、あ、MM チルドでした。大丈夫、大丈夫。何ですか、好きな食べ物。好きな食べ物は、私ね、結局甘いものとかになっちゃうんだけどね。Me too です、Me too。お菓子大好きっ子だから。お菓子大好きっ子だっけ？俺絶対春菜より甘いもの食べてる自信あるよ。うっそ。いや、本当に。アイスとか一日何個でも食べられるし、チョコとか、グミとか。大好きだから。だから最近、何何？体調管理っていうか、その何ていうの、うん、そのさ、スタイルを保ったり、うん、その舞台中とか、うん、なんかこう、意識して食べ物をやったりとかは。いや、だから保っててない時あるし、今なんか全然保ってない。舞台どころか豚ですよ、もう今。もう本当に。だから、役作りでその絞ったりしなきゃいけない時とか、ちょっとこう脱ぐシーンがあるとかって時はなるべくこうちょっと頑張って食べないようにするんだけど、どうしても甘いもんだけはね食べちゃうよね。だ今が一番そのなんだろう、そういう意味でちょっと危ないというか、買い物に俺大体週に1回ぐらいしか行かないの、外に。でその行った時に結構まとめて買うのよ。うん、1週間分ぐらい。お菓子とか、そう、ぶわって。もうなんなら主食なんてほとんど買ってない。料理ほとんどしないから。主食はほとんど買わずに、お菓子だけいっぱい買うわけ。で、思春期じゃん。14歳ぐらいの中学生。で、問題は結局さ、家にあるとさ、家からずっと出ないからさ、食べちゃうのよ。食べちゃう。だから1個食べてよし、じゃあ終わりっつって、例えばなんか曲作ってとかしてると、うーんってこう、例えばちょっと集中できてる時はいいのよ、全く問題ないんだけど、ああ疲れたーみたいな、なんかちょっと、ああ一回リフレッシュよってなったら、またアイスもう1個食べるじゃん。でお風呂入るじゃん、出るじゃん、アイス食べるじゃん。で映画見ようってなるじゃん、またなんかお菓子持ってくじゃん、食べるじゃんみたいな。もう止まんないわけ、お菓子。もうなんかあるたびにジングルみたいに食べるんだ。そうそう、もうね、コマーシャルです。一旦コマーシャルでーすってもう食べるみたいな感じが。食べるのどんな、うん。いや、太る、本当に太る、本当に太る。あ、だからご飯を食べてないの。今日もちなみに何も食べてない。今日はまだ何も食べてない。嘘でしょ、私もすっかり3食終わらしたからね。マジで？うん。何時起き今日？今日すっきり？今日すっきりで、6時、ぐらいに起きて、まず朝ちょっと食べるでしょ、ね、うんうん。私朝は、今日の朝はフルーツゼリーとピーナッツ食べました。おお、いいね、なんか健康的じゃないですか、うん、で、すっきり終わってすぐなんかバラエティーのその収録があったから、うん、その間にちょっとおにぎりをこうちょっと食べて、うんうん。で、さっき普通に夕飯、ご飯、和食を食べて、うん、しっかり食べてるね。だからしっかり食べてる。これ全然食べてない。何にも食べてない。どうすんの今日。どうしよっかな、本当に。自炊しな、自炊はほぼ。自炊はほとんどしてない。たまーにするよ、たまーに。うんうん、で結局なんか頼んじゃうよね。最近もうすぐ、ピッポパッてやったらさ、ピーンポンってくるじゃん。すごい時代だよね。いや、すごい、ありがたいよね。ありがたい時代だ。もうこんなご時世だけど、そうやってこう、働いてくださってる皆さんがいるから、家にステイホームできるっていうね。うんうん、この、なんでしょう。そこを、まあ、もう最大限有効活用してますよ。いや、そう。でも、お店もね、もちろん、そう、デリバリーとか頼んでくれたら、うんうんうん。いいと思うし。そうそうそう。うん。そうそう。だから、基本もう、もっぱらお店のお弁当とか、知り合いのところのご飯とか、はいはいはいを頼んで、もう、そうそうそう、あそこ、あそこ、あそこ、そう、あそことかもそうだし、うん。あ、頼まなきゃな、また。ちょっと、ね、貢献しないとね。うん。いや、ほんとよくね、共通で。よく行くとこあるんだよね。そう、行ってるとこがあってね。そうそうそう。頼んだ？いや、まだ頼んでない。ほんと？ぜひ頼んであげて。俺も言っときながら、全然、まだ一回しか頼んでないけど、そういう。うん。頼もう。
そこのお店にその行くとね、あの、うん、何にも別に連絡とか取ってなくても。それに合うんだよね。合うんだよね。基本ね、なんか誰かしらいるんだよね、俺らの仲いい人たちが。そうそうそう。楽しい。そういう場所があるって幸せだよ。